人生ドラマの、私はすごいね、もう今までにない感動と歓喜が凝縮されたものだと思ってます。やはり、なんていうんですかね、大いなるロマン。だからそこには愛と正義と勇気と希望と光という素晴らしい旅があるわけですね。そこをあらゆるものに出会って、そこで困難なものに出会うことによって、全てがこう、学んでいくというか、学習していく。失敗するたびに学ぶ。そして、失敗や挫折の中からまた親父の教訓、親父の教えてくれたことが思い出す。なんかいろんなものが学びが、同じような共感とともに学びがある。感動がある。つまり、そこに人生というのは感動の旅、感動と歓喜を求めての旅だと思うんですね。一人一人の子供の中に愛を持って、全てに、真剣に取り組んでいく。こういう子供たちがこれから増えれば、これからは地球21世紀は永遠になる素晴らしい私は時代に入ると思うんですね。大いなる愛を求めて、どうか若者よ、自己発見の旅と自己探求の旅、自己反省の旅をしながら、そして自己救済の旅でもある。そして21世紀は君たちの時代、どうか素晴らしい感動と歓喜の旅、それを求めて希望を持って自信を持ってチャレンジと冒険の旅をしてもらいたい。